紳士淑女の皆々様、ごきげんよう。ハリガネットワークへようこそ。ハリガネ曲がるです。よいしょ。さあ、それでは装備もろもろ揃ったのでやっていきたいと思いますが、その前に勘のいい皆様なら少しだけお気づきかと思いますが、ちょっとずつ変化があります。でかいつまんで言いますと、最初の30分ぐらいですね、録画ミスをしてしまいましてですね、なんというか、すいません。どこを取り逃してしまったかと申しますと、ですね、まず装備はね、このように揃っておりますね。ですね、ちょっとロスリック騎士のところまで行って、そいつに負けて戻ってきた時に録画の赤いのがぴょんとついてないのに気づきましてですね、その前までにいろんな状況が変化したんですけど、どこから言えばいいかな。論争をね、そのロスリック騎士持って挑んで破棄したのかな。あとね、グレートアクスを拾ってね、真後ろのやつを倒して、その後ね、ハルバードも拾ったの、連続で。これは取っときたかったな。くそー。で、余ったっていうか稼いだ4万ソウルを、このハルバードがね、装備できるようなところまでつぎ込んで、で、いろいろ他にも火炎瓶とかいろいろ買って、で、いらないもの売っちゃったんですよ。ライトクロスボウとか、あとこれウッドシールドも拾ったり、すげえ拾えるじゃんって思って。で、あともう一つ言うことといえば、そうだね、これだね。腕装備に関しては、ファッション枠で、強靭度がそんなに強くない装備だったらしていいぜっていう風に、編集の中の人から、いいですよっていう意見をいただいたので、ここはファッション枠で、俺は鉄の指輪で行く、鉄の腕輪で行くぜってなったんだけど、もう神々だな。ここら辺も、元気いっぱい喋っておりましたけど、撮れておりません。他ですね。これは元から持ってるやつでしょ。なもんかな。ものの30分の出来事だったので、まだね、挽回可能だということで、頼む、行かしてくれっつって、いいよって編集の中の人が言ってくれたから、このままの状態で行かせていただきたいと思います。そういうわけで気を取り直して、逃亡兵士の成り上がり、こっからスタートさせていただきましょう。いいランス持ってっかんな。今回もいろいろ拾えるだろう。行くぞ。でね、言ってなかったな、これも。この武器、合武器、これをね、壊れた俺直から、壊れた蘇生の折れた直剣に変えました。蘇生のね、石をたくさん拾えたから、やったぜってなって、じゃあ一応これ相棒蘇生派生してやっかと、蘇生派生にしたんですけれども、もう持ちすぎだなと、蘇生派生の石を。で、そうだ。もう売っちまえと。俺は売ってやるぜ、いくらでも手に入るからなっていう、いきり倒して蘇生の石も売りました。そしてまたですね、ピューピューポコポコのとこに行って光るくさび石をゲットした、そのくだりも取れておりません。くっそー、やったのでー。うわー。さあ、この蘇生の折れ直、これね、どんだけ強くなったか、これね、ぜひね、皆さんに見ていただきたいんですよ。まずね、まず数値的には折れたけど、やっと、拳と同じ強さになりました。
56？ 右武器の差、あ、これも見間違えてる。右武器の3で持ってるから49。拳とやっと、追いつけ追い越せちょっと足りないぐらいな感じですね。拳を超えることができる時はあるんだろうが、ていうか盾より弱えんだ。改めて数字見るとショックだな。結構強くなったぜ、やったーってなったんだけどな。それでは試し切りしますよ。今からびっくりするからね。こいつ前壊れた俺直で切ったら5ぐらいしか与えられなかったんだけど、見てて、ほら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 、見た、ほらほら見た、今もう2倍よ、9だよ、9。神武器じゃない、やばいやばいやばい。もうこのあと、もうちょっとループで、なんか今呼んだね。今ちょっと待って、まず君をちょっとほら来いよ、ほらよ、1対1を1対1をね、人数分繰り返せば負けないんだ。えらい漫画でも言ってたんだ。待ってくれ。そう。一人ね。狭いところからね。キツツキ戦法だ。ほら、おお。落ち着け。大丈夫だぞ。間合いを測って。間合いを、よし。なんかね、心なしか、蘇生に変えたことによって、リーチも伸びたんじゃねえかな。勘違いかな。よし、こうやってガンガン攻略していきますからね。ほっ、よし、ほら、よし、結構振りがない、ううスタミナ、よっしゃ、スタミナ管理ね、大事にしていかないといけないんですけど、ついついね、ダメージが少なすぎるから振りすぎちゃうんだよね。ほらー、これよし、じゃあ見せましょう。両手持ちの威力、あれ、両手持ちの威力、あれ、え、待って、当たって、待ってちょっと待って、片手と両手変わんねえじゃん、ダメージ。うわー、そうか、頑張ろう。こいつさ、戦技は構えね、それとかも使ってった方がいいのかな。よし、とりあえずあいつで、お、今のカウンターか。ほっやめです、はい、やめー。カウンターで入って21？ マジかよ。じゃあもう、この手に入った、お前と同じ。同僚よ、この盾の使い方、俺の方がうまいってことを見せてやろう。行くぞ。ふっ、あ、縦には無理。行くぞ、ほら。だから、なんで盾から来るの、剣振って、あれ、ほい、はい、ちょっと待って、ほっ、だから、うおー待て、落ち着いた、話そう。あれ、できない、ほっ、ちょっと、あれ、こいつこんな決めづらかったっけ、もうダメだ、うー、
やるやん。あれ？ね、パリね、パリ、これ決めっから。おっ、あれ？素人かな？おい、俺？こんなに辛かったっけ？ダメだ。パリやん、ダメ。パリ、パリダメか？あれ無理か。あれ、あー決まった。はい、で、おー71。これは結構いけん。はい、あれもう、あ、とととととと、もうマックスタブ。致命の一撃とバックスタブ、これも使って、サクサクプレイで攻略していきましょうね。ほい、ほら、ほい、ちょ、お前から来るな。おおおお、お願いパリ。はい、このようにめくらめっぽ L2 を連打すると、パリが取れます。おらよ。よっしゃ、慣れてきた。おらよ、慣れてきたね。やっぱ試行回数だな。乱数に対抗するのは試行回数。そうだ、これが逃亡兵士針金曲がるの唯一の武器。何回もやる。タイミングをね、これが結構主武器になってくると思うんだよな。あ、あ、け、あ、結構ここに結婚、あ、おっつーとか、あいつ反応すんのか。ほっ、待って待って、ほらよ、ズッキュン、ほら来い、決めてやるぜ。ズッキュン。あー、こいつの方が防具がしっかりしてるからやっぱ強いね。ズッキュン、ズッキュン、ズッキュン、あ、ズッキュン。ダメだ。パリの練習は後でしよう。進もう、倒そう、進もう、そうしよう。消せない未練。ほっ、よっ、よっ、ほっ、ほっ、よっ、酔いやす、酔いやすくなっております。気をつけてください。鉄取らせろー。はい、あれ、あれ、うわー、バックスタムも忘れてるか。よし、まずこいつ、こいつをこうで、こうで、こうして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 、はい、逃げて1対1、オッケー、ほい、ほい、はい、バックスタップ、オッケー、よし、中波で済んだ、中波、ほい、まず一旦背中取ってバックスタップで、ワンループ、あー違う違う、もう一発少なめでいいよ。
ローリング枠は残してだね。蘇生9、もう5から9にこう上がるだけでこんなにも頼りがいのあるものか。で、攻撃を誘発、できれば背中を取りたかったが、これいけるべ。よっしゃ、あいつ無視しようかな。進むよ。ここよ。まずこいつ中ボス、大盾持ちの槍持ち、リーチも盾のデカさもかなわない。そういう場合はキック、そして致命の一撃打ち込んで、で背中を取って、何の音かと思えば竜が火を吹いてる。これがダークソウルの日常。おりゃよっ、はい、あーいいですね、激いいですね、吹いてますね、風吹かしてますね、はいっすね、はいはいはい、行きましょう。もうね、もうソウルシリーズっつったらこれもう本当に歓迎のセレモニーみたいなもんだから。おお、ロッケサマンド。この先にいるロスリック騎士で紛失した、損害は補填されました。マジでこの乱数というかこのデータやばいな。9本持ってたロングソードがもう瞬く間に補填されましたよ。じゃあこのロングソードを持って、ロスリック騎士リベンジしに行こうかな。どうしよう、ねガチって普通にサクッと負けたんだよな。火炎瓶とか使うか、火炎壺ね、結果なマジね。この盾ねパリできんのいいんだけどね、カット率がなきついんだよな。邪魔者は消します。さよ、嘘だろ、ああびっくりした、これは火炎壺使えというおぼし飯だな。お前を倒さねば俺は先に進めるのだよ。ほらもう一丁、もう一個いけるか、よいしょ、あぶねあぶねあぶね。でこっからよ、ロンソ持って、ああ構え構え構えかの踏み込み、鮮やか、よっしゃ、やったぜ、あやったやったぜ。過去の自分にさよならするんだ。今日の自分は昨日の自分よりも少しだけ進んだ自分なんだ。よっしゃ。でああよっしゃ、ビー、ああ震える、これねほんとねなくすかと思うね、体力ギリギリの時がねほんと手がねブルブル震え出すんだよ。このね声が震えてる様もね取れてないんだよね。さあ分かった、こっからちょっと前の自分に戻ろう。さあロスリック騎士を倒すことが叶ったぞ。このロングソードでどんどん進んでいくよ。ここまでがマラソンで来たとこまで、こっからがこの逃亡兵の初見の大躍進の始まりですよ。いやマジロンソすげえ、ロンソすげえよ。
むしろなんでこの論争持っといてあのロスリック騎士に負けたのかな。本当にね、2発ぐらい食らった後の手の震えが汗ブシャーって出てきてよし攻略していくぞ。いや、ここまで来たらね、想像知らないと思うんだよね。よっ、お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 っ、死なないと思うんだよね。ちょっ。で。ああ、なんだろう。さっきの戦いの要因から脳みそがビリビリしてるんだよな。ここで鎧抜きを拾いましたね。マラソンの最中ですけどね。次が。ここで、商人のね。商人がいんのよ、ここに。こいつを助けるよ。こいつがね、売るアイテムがね、なかなかいいアイテム売るはずなのよ。確か。まあ、話は別に、他のね、ダークソウル3のね、実況動画上げてる人とかいっぱいいるからね。そう、会話云々とかは、そっちの方を見て、その方たちの再生数を稼いでいただければと、思っております。みんなで盛り上げよう。ソウルシリーズ。いくぞー。早くデロデロエルデンリング。あいよー。あ、やばい。あ、あ、やばい。あー、落ちない。あははは。そう、ここにいるのは知ってる。で、おい、オッケーって。よし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 。いいよ。いいよいいよ。極力ね。極力目の前にいるやつらバンバン倒していくからね。で、どうしようかな、やるか。あ、え、ちゃ、あ、ちゃ、よし、よし、落ちます、落ちます。よし、おら、おら、おら、よ。こいつね。こいつ、よし、結構。いいアイテム、いい消耗品、うーほえいい消耗品落とすからね。よし、よし、あとは、あと、あとはよし、最後の一撃は、切ない。よいしょ。いいアイテム落とすからね、こいつもね。こういうのも。アイテムバンバン使っておこう。そんで、そう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 、こいつ。こいつがいるから蘇生の奇跡はもういらねえよって言っちゃったのよ。ほらほら、はい、ここでね、確定でドロップだよ。よし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 、いいよいいよ、順調そのものじゃない。で、降りて、おっ、よし、そいつ、そいつをこれして、おっ、ぶね、だからもう、はい、はい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 、いや、論争あればな。うわー、ライトクロスボウ、いや、ライトクロスボウいくつもあってもな、派生で使うことあるかな、あるか。あー、そうか、ここか。よし、結果来いや、来いや。まずは、あー、パーリー、お、あっ、え、嘘、え、嘘、今のパーリー入んなかった。ちょっ、待って、待ってくれ、待ってくれ、チキリのそう、盾はだからさ、違う、違うんだよ、違う、お、あれ、パーリーやめよう、パーリーやめよう。あー出た、あー触れてきたよ、ロストしたくない、何本も持ってるけど、よいしょ、誘発、誘発、両手持ちはやめてください。あ、違ったから、落ち着け、へへへ、あー、よし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 、うっ、はっはっはっは、おはっはっは、
ほらよ。おい、いけるぞ。半分か、半分か。よしよしよし。ほら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 押してたんです。押してたから押してたんで実質勝っ、打つか。よいしょ。マジかー、めげないぞ。まあでも今ぐらいのところまでいけんだよな。全然いけそうな気もすんだよな。今のはだってほぼほぼこっちのなんだ、100割ぐらいは勝ってる。あらー、だって R1 押してたんだもん。うん、押してたから勝ったんだよ。さあやったるぜー。おらー、もう下はいいか、もうこっち行こう。だって俺直持ってるとさー、すごい時間かかるんだよな。いやーでもあいつは勝たねばなるまいな。もう人の海はもうあえて戻さないから、じゃあ無視して、無視っていうかここで先に倒せば人の海は出ないから、ここで余計なことすんなよってしておいて、でそうそう、あ、その前にちょっと黒火炎壺、あーちょっとあとね、こういう邪魔が入りそうなやつらはちょっと倒して、うん、倒しておいて、で、ね、タイマンや、タイマンでいきましょうよ。ロスリック星、あ、ロスリック兵さん。タイマンで行こうや。ね。ちょっとこっち側も兵士いるから、こっち側も倒しておいて、あれ？今当たった？お？おーど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 ー、いたっけ？いたっけ？よし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 。あ、ズボン。かけら、あ、かけら！あれ？これは？これは育てられるのでは？いや、これまずあいつをと、まず何育てよっかな。3つでしょ。2つ、まずだ、まずまずまず、落ち着け。バックスタブ、バックスタブだね。パリーは無理。パリーは、パリーはやめて。お願いだからパリーはやめて。やんないでね、ハリガニ君。お願いしますよ。さあ来い。ほっ。ローリング。いけるぞ。あ、これは掴んだぞ。右回りじゃん。左回り。左。